僕はですね、ピョコタンという名前でですね、こういう漫画を描いているものです。僕は任天堂信者ね。今週のゲーム業界の動きってかなりすごくなかった。やっぱりゲームショーのその初日ビジネスデーに合わせて全世界で発表したあれだよね。任天堂様がゲームショーを話題を少しでも減らそうと意地悪のために発表したですね、リングフィットアドベンチャー。リングフィットアドベンチャーだよ、もう任天堂の。あれめちゃくちゃ面白そうっつうか、もうああいうのじゃない限り僕の運動不足は解消されないんですよ。9月12日っていうのは今年のゲーム業界におけるかなり転換点というかさ、一番話題の日なんじゃないかなと思ったね。だって同じ日にドラクエウォークもリリースされてんの。ドラクエウォークのことも言いたいけど、リンクフィットがまず言いたいよ。あれ絶対面白いじゃん。スイッチのミニではできないんだよあれ。スイッチもちゃんとこのジョイコンと赤外線のカメラと全部使ってるからさ。でね、あれをどんだけ持続して運動をしっかり楽しくできるかなんだけど、アドベンチャーゲームで一応ちゃんと持続できるような作りにはなってるっぽいんだけど、どこまで面白いんだろうなっていうのが、実はね、なんかね、少しだけ嫌な予感もするわけ。もうこれありきで、このワンアイデアで後からそういうゲーム性を付け加えたパターンってあるじゃん。なんとなくさ、ワンツースイッチってそういう感じじゃなかった？ワンツースイッチはコンセプトありきで、画面を見ないで相手の目と目を見てこのスイッチの機能を活かしてっていうゲームで、その企画ありきで始まったゲームで、そこにゲームが乗っかってたから、まあ、それぞれ各ゲームがそんなに面白くないっていうかさ。あとはなんかあの感じを見てるとミートピアっていうゲームを思い出すわけよ。ミーが主人公でね、でなんか 3DS で出て、そのミートピアっていうのを作った人とワンツースイッチっていうのを作った人が同じ人なのね。もしかしてこのリングフィットアドベンチャー、あの人が作ってんじゃねえかなと。あの人が作ってると匂いがするわけよ。ちょっとその企画ありきで後付けでゲームを載せましたみたいな感じだと、本当に同じチームなのこれ。だとしたらちょっとこれ暗雲っていうか、まあ、ファミリートレーナー感覚でね、まあ要はファミリートレーナーなんだよねあれって。それの進化版みたいなもんじゃん現代の。どんだけそのゲーム性というかね、ずっと続けられるような作りになってんのかっていうところのミニゲーム集で終わって、あとはおまけですよみたいな感じになるのはちょっと心配なんだよね。安かったからまあこれぐらいでいいでしょ、お許しくださいねみたいな感じなのかなと思って、うん、僕は続けてねマッチョになって、あれのおかげでこんなに健康になりましたってやりたいぐらいだから、もうずーっとジジイになるまで無理だと思うけど、寝っ転がって足バタバタ嬉しそうにやってるあの映像を見た瞬間から僕は怪しいとは思ってたんだよ。こうやって寝っ転がってさ、こんな風にやって喜んでる外国人がいるかよ。こうやってこあれで喜ぶ外国人っていうか人間いますか。あの PV 見てごらん、最初に発表されたやつ。あれはどう見てもリビングでやってたら本当に大丈夫かって心配しちゃうっていう、宮本さんがね PSVR に言ってる言葉をそっくりそのままお返しできるね、とんでもねプレイスタイルだからさ。マージャンやりますけどね、まあ楽しみにはしてますけどね。まあ今のところは、まあ、そのフィットネスとゲームが融合するっていうのはまあ流行りではあるわけだから、まあ、それはまあ期待はしてますよ僕も、うん、あとは合わせてですね、ドラゴンクエストウォークね。ドラゴンクエストウォークは今やっと1章が終わった。なんか全部でそのミッションが10個ぐらいあって、で仲間が1人僧侶が増えて、もうちょっとしたら2人目の仲間が増えますよみたいなやつ。現時点ではまだそこまで分かってないけど、ガチャが結構やっぱえげつないっていうのと、あと僕みたいな引きこもりにとってはあれってもう確実に歩かなきゃいけないんで、まあそんなに長い距離ではないけど 300m とか 500m ぐらいを確実に次のポイントまで歩かされるから疲れる。まあそれがいいんだろうけどね、とにかく外に出て歩かないといけないよっていう。歩くのめんどくさくてさ、どうなんだろうね。まだゲーム自体はそこまでやってないから、まあ僕一応ベータテストもやってて、ウォークが僕はいいところはポケモン GO みたいにずっとつけっぱなしにしていかなくても、目的地の場所さえ分かっていればそこまで行ってつけて、でクエストやって、でまた違うところまで行ってつけてっていう風に他の位置情報ゲームと共存できるところが僕はいいかなと思ってたの。あとずっと歩きながらつけっぱなしじゃなくてもいいっていうところね。
だからその他のゲームとの共存もしっかり考えられてるのはおやるじゃんと思ったけどね。まあでも細かいゲーム性のこととかそういうところに関してはまだ僕は分かってない。ただもう現状今やるゲームが、めちゃくちゃ多くてもうどれも結構珠玉のゲームになってきてるから、ドクターマリオワールド未だにねなんか面白くてやっちゃうんだよね。ドクターマリオワールドこれはね結構僕ってレアケースだと思う。ここまでドクターマリオワールドやってる人あんまりいないと思うよ。まあ純粋にゲームとして結構よくできてるっつうか、生理的に気持ち良さを訴えかけてくる部分が結構多くてね、対戦もずっとやっちゃうんだよ。だドクターマリオワールド、まあ動画見てくれればね僕はどんだけやってるか分かるけど。あとはポケモンマスターズのねワビーシー6000もらいました、おかげさまで。マスターズは僕に向かって打ってるゲームじゃないよね。あれはもう明らかにポケモン GO のジジイババアとポケモンマニアね。でもそれでも僕は今やってて、そろそろ課金しないとどん詰まりになってきた。なんか12章かな、12章まで行ってて、一応星5のやつねガチャでね2人出たんだけど、それでもやっぱ相性の問題とかがあって、相手が今火のねなんかこうアフロみたいなやつが出てきてるの、あいつ強くて勝ってないんだわ。でそれじゃあポケモンマスターズ、でもポケモンマスターズはやっぱ全世界同時でそれなりの水準で保ってるから、僕は DNA ガチ押しだから、今 DNA 株全力ベト中だから今すげえ下がってんの。でもまあ信じて DNA と心中する覚悟で、今年は DNA と心中するかどうするかっていうところだから、うん。でまあだからポケモン、そうでしょ、ポケモンマスターズで、まあ、ドラクエウォークもそこに入ってきてるんだよね。そこに入ってきてるのと、あとなんかねこのモンストのさ、これもやってんだよ今、 X フラッグ、これスゴロク引っ張りゲームドリームカンパニーってやってるの。これも課金に誘導するためにガチャをいっぱい引かせたりとか、ま、麻薬の中毒患者を作るかのごとくしっかりできてんだわこれ。また引っ張ってねスゴロクするんだけど、最初チュートリアルやっていたらこれ大丈夫かな、何なんだろうなと思ったけど、なんかやってるうちにあれよあれよと結構な中毒でガチャが引きたい、やべこれガチャ引きたい、最初どん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 くれるじゃん。もうこのスマホゲームの中毒を作るやつっていうのは、この麻薬のね中毒を作るのと覚醒剤の中毒を作るのと同じ作りになってるの。最初はどん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 安くくれるわけ、ただで、えいいんですかって、すげえ面白い気持ちいいって言ってこうどん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 ガチャ引いてドバ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 で、気づいたらあれ何にもないって、魔法石なくなっちゃった、えもうでももう一回やりたいやりたいやりたいよって言ってガチャやりたい、もうガチャやらないとダメ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 ってなって、そういう時に課金をして、あーもうダメだじゃあもう課金しちゃおう、ガチャやらないとこれ次のイベントもできないし、最初はすんごい優しいの。それがもう本当中毒患者を作るね定番の、それ多分あるんだと思う、マニュアルが。どんな中毒作るのにもそういうやり方しないと絶対に、最初にまず喜ばせる面白さっていうのをそうやってやってから絞っていく、うん、全部そうなんだよ。それがめちゃくちゃうまくできてるのはやっぱパズドラだったりモンスターストライクだったりしたわけじゃん。それの流れを引き継いで同じところのやつらが作ってるから、その辺はやっぱ抜かりないんだよね。あとはそのゲーム性にどこまで気持ちよさを出すかっていうので、まあすごろくなんだけど、そんなにすごいって感じではないけど、まあもしかしたらすぐやめるかもしれんけど、現状はあこれできっと何人かね中毒患者が出てそこそこの課金金額を上げるようなゲームなんだなっていう作りで、まあ丁寧にいっぱい作られてるからさ、うん、星5とかそういう概念が今のところようわからんから、そこはあえてそれしてるのかもしれないけどね。だからもうモンスターモンパニックでしょこれでしょ、ドラクエウォーク、ポケモンマスターズだ、ポケゴーが今脱落気味なんだかんだで、ドラクエウォークとポケゴーは両立できるとはいえ、僕の中でのポケゴーがもうかなり今脱落しているのと、あとはもう完全に脱落してたのがドラガリアロストと動物の森ポケットキャンプ、あとはドラゴン&コロニーズは勝手にね脱落してっちゃったから、あの辺が落ちて、でもここにマリオカートツアーが入ってくるわけよ。マリオカートツアーが入ってきたら今度何が脱落するんだろうなっていうのが、またマリオカートツアーは僕は、まあ、もちろんベータテストもやってるわけだから、もう間違いないと思ってんの。マリオカートツアーめぐみちゃんにもね最初ね、あんなの本当に売れるんですかみたいなこと言ってたから教えてあげたんだけど、僕マリオカートツアーじゃなくてスーパーマリオランってすごい好きだったの。ボタンポンポンポンってさ、マリオはずっと走り続けてて、ボタンだけで全部マリオの制御ができるって完璧なゲームだったんだよ。あれビジネスとしてはねそんなでもなかったみたいだけど、こんだけ手軽にスマホに最適化したマリオなんてないなと思ってて、で全部ちゃんと戦略とか面白いしね、なんだかんだでもうずっと走り続けてるから、あとは
この空中制御とジャンプだけでこんだけマリオ楽しめんだなってぐらいにすっげーよくできたんだけど、そのそれのマリオカート版なんだよね。親指一つでドリフトができる。クッククッククこれだけだからね。親指一つでハンドルができて、アイテムが使えて、ドリフトができて、だからこれもほんとすごいわ、うん、マリオカートツアーね。しかも課金でボロ儲けを企んでるっていうさ。で基本的には対戦っていうよりかは、まあ、ある程度そのゴーストというかね、名前のついたやつが走るんだけど、自分との戦いなので、パズドラ方式っていうか、まあ、今あるスマホのさフォーマットになぞったような、ずっと自分で進んでいって課金して、あの自分を育ててタイムを伸ばしてみたいな、自分との戦い。マリオカートツアーもね、僕は期待してるからこそ DNA 推しなんだけど、一応対戦もあんのかもしれないけど、現実問題としてどうだろうね、マルチプレイで対戦ってそんなにニーズあんのかなっていうところだし、なんとなく疑似対戦なの、疑似対戦多分だって、そんな同じ時間に同時接続8人とかで対戦って現状のスマホゲームでできないでしょ。例えばガンガンってぶつけてお前落とすみたいなこととかって、多分疑似的な対戦なんだと思うけど、でも対戦してる感じはあるから、そういうよく仕組みとかが分かんない人は対戦してる感覚でクソこの野郎とか思ったりすると思うよ。だからもう本当楽しみが多すぎるから、とんでもないよ。もうやるゲームはスマホゲームだけでこれだぜ。もう5本で今厳選された5本から次どれをあぶれさせようって思ってる状況なんだからさ。それに加えて今週までいろいろ出てくるし、まあそれ以外にも僕って脱出ゲームやったりとかいろいろあるわけじゃん。お忙しい身なんで漫画描いたりね、配信したり、マザー2進めたり、しょうもねーとか言いながらマザー2は結局クリアしたいから進めたりさ。だモンハンはもうね、これめちゃくちゃやりたいけど、これ時間食い虫のどうしようもないやつだから、ワールドでもうとりあえず打ち止めにしてる。怖すぎて。デスストランディングもそうだし、とりあえず何だったっけ、なんかもうやんなきゃいけない。そうだ、ゼルダの夢を見る島だっけ、あれもね9月20日なんだよね。あれね、ゲームボーイ版僕やってないんで、確かスルーしたから、92年だったよね、うん、その頃ゲームボーイなんてやってられるかよっていう、あの僕 PC エンジン1個だったからさ、どうしようもない、やるしかない。